こんにちは、マイケルタロです。今回はですね、英語の間違った勉強法3選ということですね、チェックちょっとしたいなと思ってます。共通テストも差し掛かってきてですね、まあ入試も差し掛かってきてますけど、英語の点数あと1、2割クッと伸ばせれたらなとか、2次試験だったら、あーなんか内容一致をですね、もうここ今 50% ぐらいあってるの 80% にできたらなとか思ってること、今そういう段階にあると結構多いと思うんですね。で、よく今まで英語を勉強まず頑張ってきてくれました。結構英語しんどい英単語を覚えたりとかですね、僕ひたすら他人の反復だって結構しんどい勉強法を話してきましたけど、それきっちりやってくれた人は必ず成績がガッと上がってきたと思います。で、じゃあ次の段階の話をしよう。また高校1年生、2年生で英語得意になりたい人は、将来ですね、今最初はですね、単語を覚えたりだったりとか、文法をマスターしたりとかっていう超初級の勉強なんだけど、次の段階ではこういうことに気をつけてしないといけない。勉強って偏差値が変わると勉強法も変わるんですよ。これ変えない人が失敗になってるんですね。中学では英語できたのに高校になったらできなくなった、こういう人がもう典型的な失敗例なんですけども、勉強法って偏差値とともにと変えていかないとダメなんですね。この次変わる話をするので、今まだステージ1にいる人もぜひこの動画を見て、あ、単語とかが終わった、暗記が終わった、次長文をじゃあ勉強点取っていこうという段階になったら、そういうこと気にしないとあかんな、な、そういう勉強法じゃダメなんだなっていうことを意識してもらえるとグッドだと思います。それではレッツゴー。はい、結論3つ、やばい勉強で喋っていきましょう。まずこの秋の時点で過去問やってない人やばいです。2個目、過去問をやりまくってる人、これは非常にやばいです。3つ目は、過去問とか模試で出た単語とかですね、文法事項とか、もう長文全文に出てきたものを覚えようとする。ということで 1,2,3 それぞれについて語っていきましょう。まだ過去問をやってません。今受験生で過去問をやってないはやばい状態です。もしかしたら高校2年生でも過去問をやってる人もいるかもしれません。そういう人はグッドです。ぜひやってください。なんで過去問をやらなあかんかっていうと、結局傾向分かんなかったら勉強進めれないでしょ、ゴール分かってない状態でスタートできないでしょってことなんです。だからこれを見て高1生とかで、あーまだだって解かれへんやん、いや解けなくていいんですよ。まずどんな分野がどのぐらいの配点で自分の志望校に出てるかっていうのを把握しないとさ、自分の入試で、ね、今国立の人で文法問題いらない人すごい増えたじゃん、ね、センターから共通テストに変わって文法問題が廃止されましたよね。ということで、アウトプット先が英作文なんで、文法の知識を入れるときに英作文仕様で入れたらそのままその知識が使えるんですけど、文法問題仕様で入れてさらに英作文仕様に変えるっていう、こう数段階をですね、文法問題集をやりまくると踏まないといけなくなるんです。で、志望校の配点として文法問題多い人、特に私立の人多いですよね。そういう人はいいんですけど、じゃないなっていう人はこれやっちゃダメなんです。特に高校1年生とかだと文法問題死ぬほど解かされると思うんですけど、それはほどほどにして、こういう竹岡とか別に読めますよ。もう家庭法の勉強だったら家庭法の部分だったら全然読めるので、こういう英作文の参考書、ちょっとイージーな簡単めな本でもいいので、これより竹岡より簡単めな本でもいいので、英作文の勉強としてアウトプットすると、英作文って文法事項より深く問われる。文法問題を解くよりより深く問われるんですね。当然自分でゼロから書き起こすわけだから。なんで非常に勉強になるので、英作文のアウトプット方で勉強するみたいなように、アウトプット先、知識のアウトプットの様式を把握して、じゃあ長文は6割、英作文は3割、自由英作文は1割みたいな配点だったら、その勉強の優先順位もそうやってつけていけばいいわけですね。で、ないものはしなくていいんですっていう風に、自分の勉強のゴールをちゃんと見てやらないと、出ない分野の勉強に時間を使ってしまうと結局入試では落ちちゃう。要は費用対効果、コスパの悪い勉強になってしまいますので、ぜひ気をつけてくださいね。では2つ目、過去問やりまくり。過去問やりまくっているという事実だけを否定しているわけではありません。これやり方が違うんですね。ただ単に何も考えずやりまくっている人と、あるやり方をきちっとやってやり込んでいる人で、その明確な違いはこれで分かることができます。過去問をやり込んでやり込んでやり込んで、まあ1回2回3回4回でやり込んでいくと思いますが、点数が1定もしくは下がったりちょっと上がったりで、まあ大体平均すると1定みたいな感じになっている人は間違ったやり方をしている可能性が高いです。逆に結構コンスタントに上がって、まあ、たまにちょっと下がったりとか、まだ、ね、一緒やったりするけど、大体比例的に上がってるよっていう人は全然 OK です。まあ、こんな感じで2時間数みたいに上がってる人はめちゃめちゃ OK ですけど、まあ、そんなことは過去問の段階ではないと思います。で、じゃあ今回2つ目で話するのは、過去問やりまくってるんだけど、なかなか点が上がらないなって思ってる状態の人が、こう比例的に点数が上がっていくよ。過去問をやるごとにやるごとに、あ、5点上がった。あ、6点上がった。あ、また上がったっていう感じで進めていけるようにするには、どういうことを過去問を解き終わった後にやればいいのかっていう話をしていきたいと思います。で、過去問をやったら点数が出ますよね。じゃあ前との点数の差も出るはずですよね。で、この時にこれを次決めてください。まあ、次の過去問演習では今回100分の60点だったら次は65点を取ろうとか68点を取ろうとか、まあ、これ
これを決めてください。じゃあ68点とスタートしましょう。じゃあこの8点差を今回間違えたところから生み出さないといけないわけでしょ。じゃあどこからだったら8点生み出せるかな、そういう考えで過去問のそのですね解いたやつ見てください。まあ二次試験だったら二次試験、まあセンター共通テストだったら共通テスト見てください。で、あ、ここは俺の実力じゃ到底無理な問題だからこれは仕方ないとか、これは単純な知識のうろ覚えで落としてるからこれは取れる、ここの2点は絶対押されるとか、ここは焦っても時間なくて適当にマークしちゃって落としてるから時間配分変えたらここ時間ゆっくりかけて、逆に前半余裕の問題なのにゆっくり解きすぎたからここの得順番をシャッフルしてみよう、入れ替えてみよう、こんな感じですね。ちょっと上の目標ですね決めて、次の過去問演習でこの点数絶対取ると、じゃあ次何をすればいいかっていう感じで過去問解き終わって採点したら次の過去問演習で取る得点と次の過去問演習をやる日を決めてください。でこの期間にこの点を取るためには何をすればいいだろうっていうのを詰め込んでいって、じゃあ実際にやってみよう。で、じゃあ実際に目標点と、じゃあ実際にどうだったのかっていうのを見て、じゃあ目標点がちょっと下がったっていうんだったら、なんで64点で、ああ、4点足りなかった。じゃあなんでこの4点を取れなかったんだろうってまた繰り返して。これが過去問演習です。ちゃんと間違えた問題から戦略を立てて、次何点って決定して、どん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 点を埋めて、目標がまあ80点だったら80超えてきたら、よっしゃ、クリアってわけですよね。まあ12月でも全然いいわけです、目標点クリアは。12月のまあ15日ぐらいに目標点クリアしたら、まああとはですね、手順書をひたすら作り込んで、アクシデント対応に走ってください。では3つ目いきましょう。模試とか過去問で出てきた表現形を全部覚えようとする。これはまあ英作文ならいいんですよ。模範解答とその表現を覚える。これは全然ありなんですけど、小文でやっちゃうと、単語帳、自分の持ってる単語帳がもう完璧です。作品テスト、A から Z 完璧ですっていう人はええんやけど、じゃない人は、まず単語帳を覚えるっていうのに優先事項を割かないと、まだシスタンの2章3章も完璧でないのにもかかわらず、こんなマニアックな出てきた単語を覚えたってさ、この1個覚えるのの本番の出現確率って当然シスタンの方が多いわけじゃん。同じ単語1個覚えるのに、同じだけの時間がかかるんだったら、より出てくる方を覚えた方がコスパがいいよね。だからそっちに投下しましょうということで、模試とか過去問、特に高校1年生、2年生、低学年の時は、まだ受験っていうものをそこまで深く考えてないと思うから、やり直し結構真面目にやっちゃうんですね。でも真面目にやるのは、真面目っていう性格はいいことなんだけど、実行する前に戦略を立ててください。戦略、戦いを略すと書きます。勉強時間をこれ減らせるんです。同じ結果が出るけど、よりいい結果が出るけど、その実際の勉強時間を減らすために、勉強を開始する前に頭を使ってください。その使い方を僕は論理的に発信して、論理的に戦略を立てるやり方を話してる。で、今回のだったら、英作文とかは表現の数が多ければ多いほど当然書ける量が多いんで、表現全部インプット、これは問題ないですが、長文においては解釈ができなかったのか、そもそも英語長文、内容一致がこけてる場合って、なんか全部文章を読んでなんとなく解いてしまってる、多くないですか？全然違いますよ、英語の解き方。このワンパラグラフ、ワンアイデア、論トレ、英語の情報構造、この動画で喋ってますけれども、数学的に英語は当然読めるわけです。じゃないとだって正解作れないじゃない。要はいわゆる英語の問題を作ってる人っていうのは、これが絶対正解ですっていう証明を後ろに持ってるわけじゃないですか。それを逆算していけば正解を得られるんですよ。でもこれって大学入試の若干範囲外なので、あまり皆さん知られてない、いわゆる断片的に知ってるよっていう人、まあ、英語をこのチャンネルできる人が割といる、では、一段落言うこと一つとか知ってるよっていう人いるかもしれませんが、それをですねフル仕様公式的に使うと数学的に当然答えは出ますので、これをきちっと勉強すると数学的に英語を読めるようになるので、内容一致できない人はこういう勉強しようみたいな感じでですね、なんとなく漠然と勉強はしない、理由を持ってこうやったらこうなることを証明できた、だから勉強時間を投下しよう、これが戦略です。よくわからんけど勉強時間を投下だ、あー失敗したって、これ自分の体で人体実験するでしょ。この受験って時間がすごい大事なわけじゃん。この時間をさ、人体実験に使ったらさ、意味がないわけよ。まあ、確実に出るだろうっていうのを証明した上で、戦略を立てた上で、勉強時間を、これを覚えていただきたいと思います。先ほどお話しした3つの公式、論トレ、ワンパラグラフ、ワンアイデア、英語の情報構造、これに関して気になる方はですね、チャレンジナイツではこれらをですね、70個の文章に実際に使って、数学的に英語を読んでいるっていうのを70分で実際に示した動画が、コンテンツとして用意されているんですけど、それの一部を見てもらうことができますので、ご興味ある方はぜひ体験ご参加ください。概要欄からリンク貼ってありますので、ぜひぜひそこから飛んでみてください。はい、今回の動画のまとめです。結局今回ですね、話していたのは過去問の使い方なんですね。過去問を正しく使おうよっていう話が主だったと思います。3つのことを注意してですね、過去問ですね。過去問っていうのは、まず大前提として成績を上げるために使うんじゃなくて、成績を今いくらなのかっていう把握、情報把握のためにやってるわけです。レントゲンをパシャって取っていくと同じわけです。で、
撮った後にそのレントゲンの結果をポイって捨てたりとかですね、バシャ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 撮るんじゃない、それモデルの撮影ですよ、ピコン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 とかって撮っても意味ないですよ、あなたはモデルじゃないんだからね。なのできちっとパシャって撮って数値が出たらじっくりどこが悪いかを見て、あ、こことこことここが悪い、じゃあこことこことここをどう対応するかみたいな感じで論理的に戦略を立てて、無駄に100時間も勉強時間を突っ込まれても10時間で同じ成果が出るような戦略を立てて戦いをぜひ略して効率的に受験勉強は合格していってもらいたいなと思います。このチャンネルでは受験勉強全般に関することを論理的に解説するということをやらせていただいております。また僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理的な勉強計画を作ってほしい、より深い具体的なロジックを各教科動画で見てみたい、そのような方は、コメント欄または、概要欄の方から1週間無料体験ご参加ください。これからも皆さんの勉強をなんとなくの勉強から全てに意味がある論理的な勉強に変えていけるような動画を配信させていただきたいと思っております。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録の方していただければ幸いです。またコメントに関することなんですけれども、僕が返させていただいたコメントにさらに返信をされても一覧で確認するという機能がないので、僕側で確認することが全てできなくなって、返せる人と返せない人っていうのが出てきてしまうと不公平が生じてしまう場合があるので、僕がいただいたコメントに返信させていただいて、さらにそれに返信いただきましても基本的に返せないということになってしまいますので、そういう場合はですね、まだ疑問があるという場合はさらに新しいところですね、何でもいいのでコメントいただければ、そしてまたもう一回返させていただくことが可能なので、再度新たな動画にですねまたコメントをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。明日の夢サポムービーズは、次回の動画ではチャートフォーカスでどこまでいけるのっていうのを具体的な大学を出して、ここは無理、ここはグレーゾーン、ここはいけるよっていう話をしていきたいと思います。お楽しみ。